ご視聴ありがとうございます。ハレリアの大塚です。早速なんですが、今回ですね、紹介するデッキは5月5日のミシックチャンピオンシップ予選でトップ8のうちなんと3人も使用していたエスパーミッドレンジの方を紹介していきたいと思います。ラブリカの献身の頃から存在したアーキタイプなんですが、闘争体制に入って一気に強化されたアーキタイプになります。気になるデッキリストを見てみましょう。エスパーミッドレンジは、手札破壊や除去、フェインズウォーカーで少数精鋭のクリーチャーをバックアップする構成のデッキとなってます。この色はですね、妨害が得意な色の組み合わせなので、相手のペースを乱してからその隙に攻め切るみたいな感じのデッキですね。また相手によっては除去とプレインズウォーカーでコントロールデッキのように振る舞うこともできる柔軟なデッキになってます。そしてサイドオーダーはこちらです。相手に合わせて除去を増やしたりカウンターを入れたりと様々なゲームプランが組み立てられるのがいいですね。はい、それでは今回ですね、サイドありでエスパーミッドレンジの対戦をお送りしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。土地も十分ありますし、痛みに除去を構えられるので、モアキープします。さあ、まずはお互い土地を置いてから、相手はアズカンタ。エスパーコントロールかな、最近当たること多いんだよね。まあ、こちらですね、まあ返しで除去をほぐすもの、デフェリー。出していきましょう。マイナス能力でアズカウントをバウンスします。さて、まあ、このテレビですけども、相手は動きづらくなるので早めに対処したいと思いますよ。さあ、続くターン、相手はアズカウント出し直しですね。続く4ターン目は正当の金付きでカウントを攻めていきましょう。ブラスコの侮辱で、テフェリー対処されてしまいますが、まだまだ勝負はここからですね。まあ、おそらくコントロールデッキなので、まあ、クリーチャーいないと見て屈辱でアズカントの探索終わってから攻撃します。相手はマナを起こしてターンを返してきました。カウンター持ってそうだな。と思ったら執行消去か。ラネットな。気を取り直してこのまま精度の加熱式で攻撃を続けていきます。おっと、ここでこちらのキープに屈辱。実況が手札に溜まっちゃってますね。何か引きたいとこだな。ハンデス引きましたね。1枚抱えてるカードは吸収か。まあいい交換かな。何も引かないですね。相手は薬剤師の眼識か、強いな。さあ、こちらも、まあ、遅れてですが聖堂の金付き引きました。できればこのままライフを詰めたいところ。だけどもさらに眼識やばそう。何か光りそうだな。さあ、アズカントの探索か。まあ、一応屈辱があるんで大丈夫かな。あー、ちゃんとカウンター引き込んでたか。ちょっとやばいですね。お、でもここで長期ドローかなりいい引きです。すぐさま渇望の時が飛んできますが、ここは暴君の嘲笑で手札に戻して除去をかわしましょう。さらにブラスカの侮辱。ああ、2枚目持っててよかった。なんとか正気泥棒を回収できました。ただちょっと相手アズカントの探索が変身しちゃうので、できるだけ早くゲームを決めたいですね。ここでゴミダイヤの永遠手札か。ゴミなんとかしないとな。まずは正気泥棒から。ここは吸収。しかし軽野の誓いでここはなんとかテフェリーは撃退しました。ただ吸収はちょっと強いな。サマーテフェリーは強いけど、なんかおとりになるカードを引くまで温存しておきますか。あー、2体目のテフェリーが来ちゃった。ここは軽野の怒りでちょっと耐えるか。頼む、なんか引け。お、復讐に燃えたケツを取り、いいんじゃないか。
まずはテフェリーに吸収を使わせて、よし使わせましたね。そしてソリ、やられた正気ドロボを復活させます。テフェリーのマイナス能力で3枚目を食らいますが、ここまでは追い込みずに、いやだいやだか。フレインゾーンから直接除去できるカードがちょっとメインではほとんどないんだよな。そしてこっちは引いたのは、第1巻クネウシ、ちょっと遅すぎましたね。終わりですね。投了します。サイドボードはアンデスト、フレインゾーンに触るカードを増やします。まずヌフカードとしてはやはり除去ですね。あと聖堂の羽根付きはアンデスする能力は悪くないんですけども、相手からすればすぐに対処しなくてもいいカードで、第1巻区の勇者は正気泥棒、ソリンよりもゲームへの影響度が低いのでここは減らします。相手はサイドから正気泥棒やクリーチャーを入れてくることもありますので、屈辱は残します。まあ預かったの探索も壊せるので。というわけで第2ゲームです。土地1マリガンからの勇士&思考消去、いいショットですね。キープします。まずタップにして、痛み脅迫で思考消去が、とりあえず勇士出しておきます。さらに思考消去、やべえハンドすっからかんか。第1巻の勇士でちょっと殴るしかないですね。ケア、まあ、ただフレンズオーカーですがそこまで強くないかな。まあ、こっちのカードを除去できるわけではないので、テフェリー引きました。とりあえず経由の多いだけはちょっと困るので、攻撃していきましょう。さあテフェリー出してドロー、またどっちか。さあ相手さらに思考消去、はい、何もありません。めっちゃ年引くな。とりあえずここは経由落としてプラスしておしまい。何もないことを祈りたいが、ロマのテフェリー来てしまったか。火の人滅を引きたいところですね。頼む。こっちもロマのテフェリー引きました。相手はサマーテフェリーありますから簡単でも出ません。マイナス3してお帰りくださいませ。さあアタックします。結構負けの盤面でしたが折り返してきましたね。さあこれテフェリー2枚目、一番やばい。テフェリーが帰ってしまった。まあでも相手何もないのでここでアタックでテフェリーを乗せますね。こっちも2枚目引いた、神じゃん。さあアタックでテフェリー退場。そして追加のテフェリー、きたきたきた。さあ相手はリリアマー、大体いいところで引くな。ただこっちは山に帰っていたテフェリーが戻ってきました。とりあえずみたいなテフェリーのマイナスを使ってリリアナと奥軍を除去します。手がと盤面にテフェリーすぎた。攻撃して正気泥棒でエンド。さあ脅迫カードどっち落とすかな。ここで投了ですね。アイスパーミッドレンジ、ここはさすがのデッキパーといったところですかね。さあ3ゲーム目、まあ、3ゲーム目も同じ構成でいきます。さあ初手ですが、おハンデストカウンター、ここはかなり強いですね。病気です。さあ相手は先手2ターン目から思考消去、3万のテクリが落とされちゃいました。こっちもハンド見ておきますか。こっちのテフェリーには今ちょっと除去がないので正気泥棒を落とします。さあこう情報は3万のテフェリー、ほっぽいときますか。まあ、テフェリーはまだ時間的に対処できる余裕がありますしね。相手はさらに思考消去、ダブリールを落とされました。さあここはテフェリーでいいでしょう。次のターンに思考消去でテフェリーを落とします。
ブルテフェリーか、うん、まあここは1枚落として、まあ、追加の空白でもう1枚落としてきましたね。おトップはダブリエ、このまま感動を攻め続けるのが良さそうので、ここはもらっておきました。さあ相手は薬師の岩式か、まあでもこっちはまだハンデス持ってるんだよな。さて思考消去は将棋泥棒とリリアナ、リリアナはグビンの拒否権で対処できますので、ここは将棋泥棒を落とします。相手はハンデス引くまでリリアナ出さなそうですね。まあ実はグビンの拒否権持ってるので、さてそっちを引いたので今の立てつつダブリエル。手札が1枚なのでダメージも追加で与えます。フェリーはブラスカの侮辱で対処されましたが、ダブリエルでリリアナはドビンの拒否権使わずに対処できましたね。と、攻め手にかける状態、うん、早くできるだけ早く攻めたいですね。おここでカンクの勇士、優秀か。おっとこちらもリリアナ引きましたね。できれば2マナ構えてから確実に出したので、ここは様子見しますか。さあ相手はケイヤ、うん、まあカウンター使うとじゃないですかね。おそしてテフィリ来た、ここは拒否権構えながら出します。ドライを見てテフェリーマイナス3で対処したいと思います。さらにドローを進めて、おそれに来た。さあボツのクリーチャーを蘇生と思ったけど、そういえばさっき強さですな。まあとりあえずプラスでダメージ与えておきますか。思考消去は土地、まあ、ケイヤをマイナス3で戻して聖堂の鐘つき出します。そしてリリアナ、拒否権か、うん、残念。いやこのカード本当に強いですよね。まあこのままテレビでドローし続けてれば勝てそうかな。さあ正気泥棒も引きました。さあ相手屈辱が飛んできますが、ここはドビンの拒否権。です。まあ、最終的には相手が守りきれなくなってましたね。はい、というわけでエスパーミッドレンジいかがでしたでしょうか。じゃあ改めてデッキリストを見ていきましょう。エスパーミッドレンジは第1関区の勇士、正気泥棒と結構相手にとってはマスト除去のクリーチャーで攻めながら、まあ、思考消去で相手のプランを崩していき、まあ、後続のプレインズウォーカーがそれをサポートしていきます。聖堂の鐘つきはラフネス4とライフゲインで赤タンなどアグロデッキに強く、ハンデスも相手を攻めて減らす役割を持っています。時をほぐすものテフェリーはインスタントが重要な役割を持っている、小屋を再生デッキやコントロールに滅法強く、プラス能力を使えばドロー後にハンデスも可能です。まあちょっとさっきプレイ中は完全に癖でメインに打っちゃったんですけども。で復讐に燃えたケツオソリンはですね、ハンコンでライフレスを有利にするほか、除去されたクリーチャーをリアニメートできるので、まあ、このデッキを一つ上の強さに押し上げたカードなんじゃないかなと思います。サイドボードなんですけれども、コントロールやネクサス相手には除去を抜いてハンデスやカウンター、プレインズウォーカーや小屋の再生を破壊できる、火の沈滅を入れます。自分より速い赤タンやグルールのようなデッキには重い戦慄臭の将軍リリアナなどを抜いて除去を増やします。ただサイド後は相手も再燃するフェニックスやプレインズウォーカーを増やしてくるので、
きな陣列は残した方がいいと思います。スルタイやバントミッドレンジといったデッキは同じぐらいの速度のデッキなんですけども、こちらよりクリーチャーが多くてですね、序盤は軽くサイズの大きいクリーチャーで攻めてくるので、サマーの屈辱やケアの誓いは若干重いと感じることが多いと思います。ではですね、より盤面に影響を与えられるケアの怒りや人質取りと入れ替えてもいいと思います。あとですね、イゼットフェニックスはちょっと軽量除去が効きづらくですね、追放除去でない限り何回何回もフェニックス復活してくるのでちょっと相性が合いにくいですね。この陸上の叫びをフェニックスに対してしっかり当てるのが一番良くて、まあ、そうなると自分のクリーチャーがちょっと巻き添え食らっちゃうので、クリーチャーを抜いてフレイズウォーカーでコントロールする番がいいと思います。まあ、環境に増えてくるようであれば、まあ、それにナーセットを追加するのが良さそうです。エスパービットレンジサイドボードも含めて解説していきましたが、いかがでしたでしょうか。というわけで今回はここまでになります。よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。それではまた。